競馬、地方競馬探検隊。地方競馬の情報発信基地、クリック地方競馬、地方競馬探検隊、ナビゲーターの浅野康則です。北海道以外は梅雨に入ったということで、先週日曜日に北海道以外の地方競馬場で行われたレースは全て両馬場以外で行われたということになりましたね。となると競馬もスピード優先で、力量上位の馬、そして割と前の方に行った馬が好結果を残すという傾向が強かったようです。これからしばらくの間はパワーよりもスピード優先というケースが多くなりそうですしね。そのあたりは十分に織り込んで取り組んでいきたいものです。というのも関東オークスを見に行きまして、その結果を踏まえての反省なんですよね。しっかりと頑張っていきたいところです。さあ、それではまずはこのコーナーから参りましょう。クリック。先週の重賞ウィーナー。まずは重賞レースの勝ち馬一覧をご覧いただきましょう。先週はご覧のレースが行われました。それではウィーナーをご紹介していきましょう。まずは18日金曜日に荒尾競馬場で行われた九州王冠。これは九州地区交流で吉野ヶ里記念のトライアルレース。佐賀からの遠征馬2頭を含む11頭立てで行われましたが、勝ったのは今回が重賞初挑戦だった地元のペプチドジャスパー。移籍後は6戦3勝2着3回とパーフェクト連帯。今後の動向に注目です。続いては20日日曜日に帯広競馬場で行われた旭川記念。勝ったのは3番人気9歳牝馬の福泉。第2障害を3番手で通過するとぐいぐいと足を伸ばし、ゴール寸前で先頭に立ち1着、見事旭川記念連覇を達成。重賞は9勝目となりました。同じく20日水沢競馬場では地方全国交流の道の区大賞典が行われました。勝ったのは1番人気笠松からの遠征馬マルヨフェニックス。終始逃げるキングスゾーンをマークする形でレースを進め、ゴール前きっちりとかわしての1着、重賞10勝目を挙げるとともに見事前走の雪辱を果たしました。6番マルヨフェニックス、わずかに体勢優勢でした。続いても同じく20日に行われた金沢の100万石賞。距離 2300m の長距離戦に11頭が揃いました。勝ったのは圧倒的な支持を集めたジャングルスマイル。早め先頭から最後は後続に7馬身以上の差をつける圧勝劇。移籍後11連勝で重賞初勝利、一躍金沢のトップへ躍り出ました。11連勝で100万石賞制覇です。最後は20日に行われた黒潮ダービー第38回高知優春。このレースは近畿中国四国地区の交流戦。二冠制覇を狙うナローエスケープが圧倒的な人気を集めましたが、勝ったのは5番人気の伏兵モルフェキープオフ。強引に先手を奪うと最後まで押し切り見事ダービーを制覇。重賞は3度目の挑戦で初勝利となりました。まずは5つのレースをご覧いただきました。そのうち4つが20日の日曜日に行われまして、北の方から順番にまずは帯広競馬場の旭川記念。福泉が連覇を飾ったという一戦となりました。福泉はこのレース2007年と2008年が2着でしたので、これで4年連続連帯となりますね。通算の勝ち星も51に伸ばし、まだまだ活躍が期待できそうです。水沢競馬場では距離 2000m の道の府大賞典が行われました。上位人気は遠征馬に集中しましたが、中でもキングスゾーンとマルヨフェニックスがかなりの人気。チアモア記念でワンツーを決めたこの2頭でしたが、道の府大賞典では着順が逆になっての決着となりました。チアモア記念では3コーナーで一気に行きたかったけれど行けなかったとコメントしていたマルヨフェニックス鞍上の小島徹騎手、今回は直線勝負の手に出て並ばれると強いキングスゾーンをかわしての勝利となりました。ちなみに2着と3着の間は6馬身差。レコードを11年ぶりに更新、そして1秒4も更新というレベルの高い一戦となりました。同じく20日の日曜日、金沢競馬場では春シーズンの古馬頂上決戦100万石賞が行われました。断然の人気は JRA から転入して10連勝中のジャングルスマイル。
データ的には最内枠からの発想という部分に多少の不安はあったんですけれども、1周目のホームストレッチではすでに外を回る形、2周目の3コーナーで仕掛けるとあとは独走となりました。おじにトップサイヤーのマンハッタンカフェがいるという決闘、さらなる大舞台での活躍も期待できそうです。そして最後は20日の日曜日、高知競馬場で行われました黒潮ダービー、第38回の高知優駿ですね。黒潮皐月賞を8馬身差で制したナローエスケープが単勝 1.1 倍の断然人気。しかし今回は黒潮皐月賞で2着に敗れたモルフェキープオフがスタートから先手を取り切ってそのまま押し切るレースを見せました。不良馬場ということもありますが、近年のこのレースではかなりの好タイムを記録しましたね。10月29日の黒潮菊花賞でこの2頭の再戦があるかどうか、こちらも注目したいところです。以上、先週の重賞ウィナーでした。プレイバック GDR、 まずは16日水曜日に川崎競馬場で行われました3歳ダート女王決定戦 G2 の関東オークスをプレイバックします。出走馬はご覧の14頭、一番人気は JRA の新名富士、その後大井の勝利だ万歳、 JRA のアドマイアオンリー、大井のハーミアと続き、この4頭が単勝10倍以下となりました。 LN が収まりました。準備完了、スタートしました。揃った飛び出しを見せました。内の方を押しています。4番の銀河セブンと1番のアイシークレット並んでいきます。2頭の後ろ2馬身3馬身と離れました。3番競泳トリガー直後に11番新名富士4番手、それから固まりました10番アドマイアオンリー、内を通って8番ハーミア、外側には12番のスターオブジュリア、この圏内に6番勝利だ万歳が続いて1周目3コーナーカーブ、5番のレギュラーさやかその後ろ、外側には14番のエレーヌ、それから7番の逃げたのは JRA のアイシークレット、離れた2番手に船橋の銀河セブン、3番手に大井の競泳トリガーがつけて、外に新名富士とアドマイアオンリー、その後ろからハーミア、勝利だ万歳らが追走。縦長の展開で1周目のホームストレッチを過ぎていきます。横に広がりました3番競泳トリガー、それから11番新名富士、外が10番のアドマイアオンリーでゴール板前を通過、直後に8番のハーミア、その後ろ上がってきました6番の勝利だ万歳、内を通って12番のスターオブジュリア、1コーナーのカーブです。中段後ろ5番レギュラーさやか、固まってナムラフェアリ、それから14番のエレーヌ、後方3頭ばらけて13番ケルナーカーニバル、2番当選ウィッチ、しんがりが9番のプティフルリール、前は向こう上面に出ていきます。依然1番のアイシークレット大きなリード、5馬身から6馬身のリードを取っています。4番銀河セブン2番手、11番新名富士3番手、それから10番のアドマイアオンリー、間からは8番ハーミア、内を通って3番競泳トリガーです。6番勝利だ万歳、まだその後ろじっくりと構えています。12番のスターオブジュリア、14番のエレーヌがその後ろ、あとは7番のナムラフィアリ、外側に13番ケルナーカーニバル、あとはレギュラーさやか当選ウィッチ、最後方離れて9番プティフルリール、前は3コーナーカーブ、1番アイシークレット、3コーナーに入ってアイシークレットのリードが一気になくなり、後続からは銀河セブン、新名富士、ハーミア、勝利だ万歳などが差を詰めて直線の攻防へと移ります。前は直線、アイシークレットリードがなくなって、今度は新名富士と銀河セブン、新名富士と銀河セブン、外から迫ってきたのが8番のハーミア、2頭に襲いかかって残り 150m、 今度は先頭11番の新名富士、新名富士先頭、銀河セブン、外からハーミア、外からハーミア追ってくるが、先頭抜け出したのは11番の新名富士だ、新名富士ゴール。新名富士が1番人気に応えて1着、4番人気のハーミアが2着、そして3着には10番人気の銀河セブンが入りました。それでは関東オークスを制した内田博之騎手のインタビューをお聞きください。いいスタートしたんで、本当に好位につけたいなと思ってたんで、いい形になって、前がね、引っ張っていってくれたんで、自分としてはすごく乗りやすかったです。ダートが初だったんで、またナイター競馬もね、経験してないんで、なるべくこの観覧席の前をね、見せてね、いい競馬をね、できればなと思って、本当に馬の力だと思いますけどね。今日初めて手綱取って、こういった形で勝てて、本当に責任を果たしたかなと思います。勝った新名富士は肩の肉、そして胸の筋肉がしっかりしていて、それでいてウエストがキュッと締まった、本当かっこいい体型なんですよね。その新名富士、前売りオッズの段階から単勝1番人気に支持されていました。
初ダートという部分がどうかというところ、これは心配点だったんですけれども、バーミリアンのレコードに0秒4差という2分13秒1という勝ち時計はお見事でした。函館競馬場から川崎競馬場に駆けつけた安田翔吾調教助手は、この走りは想定内というコメントでしたし、今後への夢が広がる勝利だったと言えるかもしれません。そして2着は大井のハーミア。この春は不運なところも結構あったんですけれどもね、実力があるところをここで証明しました。この先の勝ちっぷり、そして活躍、注目したいところです。さて、今年から始まりましたグランダムジャパン、関東オークスでその3歳シーズンが終了しました。最終結果は笠松のエレーヌが43ポイントで総合優勝、第2位には笠松のコロニアルペガサスが入り、同一厩舎同一馬主のワンツーとなりました。第3位は大井の勝利だ万歳となりました。続いてグランダムジャパン小馬シーズンが7月27日の火曜日から開幕をします。遠征馬が増えていきそうな雰囲気もありますからね、さらに面白くなっていきそうです。さあ、では続いて17日の木曜日に紋別競馬場で行われました G3 の北海道スプリントカップをプレイバックします。出走馬はご覧の14頭、1番人気は JRA のミリオンディスク、2番人気は笠松のラブミーちゃん、3番人気は JRA のガブリン。電撃の6波論戦、息をもつかせぬ激しい戦いのスタートです。収まりました、改正完了です。スタートしました。揃った飛び出し14頭です。さあ、先行争いです。まずは何が上がっていくんでしょうか。まだ固まっていますが、3番のラブミーちゃん、やはり行きました。3番ラブミーちゃん、スタートが合わなかったラブミーちゃんでしたが、二の足を利かせて先頭へ。1番人気のミリオンディスク、2番人気のガブリンは後位のインコースでじっくりと足を貯めています。後になりますが、外からは12番のサンサンヒカリ、14番の玉木ちゃんが追走です。13番のフェザーウィングがいて、1番のジョインアゲン、最後方から8番のゴールドコインの展開です。各馬3コーナーから3、4コーナー中間点に入っていきます。3番のラブミーちゃんが先頭ですが、外から9番、3、4コーナー中間、先頭はラブミーちゃんですが、4番手につけるミリオンディスクが絶好の手応え。その後ろのガブリンもさなく追走して、最後の直線へと向かいます。3番のラブミーちゃんが逃げる、ラブミーちゃんが逃げる、追って10番のダイワディライトが並んできた。さらに2番のミリオンディスク、ミリオンディスク外を通る4番のガブリン、2枠を通過、懸命に3番ラブミーちゃんが粘っているが、2番のミリオンディスクはここで先頭だ。ミリオンディスクは先頭、2番手に4番のガブリンが上がってくる。3番のラブミちゃんは3番手、ミリオンディスク、ゴーリン、ミリオンディスクです。人気に応えました。3番ラブミちゃん、4馬審査の解消、ミリオンディスクが2つ目の重賞タイトルを手にしました。2着は3番人気のガブリン、そして競馬ファンの注目を集めたラブミちゃんは3着でした。ラブミーちゃんはいいスピードを見せましたが、コバの壁ちょっと厚かったのかなという、そんな結果でしたね。しかしミリオンディスクの瞬発力には素晴らしいものがありました。もともと湿り気のある馬場で強さを見せるタイプではありますが、このスピードなら 1000m の JBC スプリントでも注目できる存在となるかもしれません。そして、一方3着となりましたラブミーちゃんですが、この後は7月4日の日曜日、 JRA の函館スプリントカップに出走を予定しているということです。2回目の芝への挑戦、どうなるか楽しみですね。以上、プレイバック GDR でした。目指せ全国制覇、競馬場へゴー。前半戦は3連敗で始まったものの、7万馬券を的中させ息を吹き返した吉井くん、角田照也調教師からの激励も受け後半戦へ。第6レースの 1400m 戦は外枠が有利ということで、8枠からの枠単総流しで勝負、当たるといいですね。外から2番メモリーデイジー、2番メモリーデイジー追ってくるか、1番欲張りの2着ゴーリン、2着か2番メモリーデイジー、3着に4番ね、競馬ってね、俺素晴らしいなと思うのは、馬券外れてもね、この直線の迫力ある叩き合い、これ見ものなんですよ。負けてもそこにロマンがあるから競馬っていいんですね。7万馬券を当てているせいか余裕のコメントの吉井くん。第7レースは角田調教師の馬に大好きな山本茜騎手が乗るということで大勝負に出ましたが、収支はマイナス。それでも
第8レースは外れて後半戦は大幅マイナス。残りは3レース頑張れ吉井くん。阿部さんうまいわ、食堂に舞い戻ってきました。なぜ食堂で買うかと言いましたら、この食堂に来た瞬間に7万馬券と、と高知でもそうなんです。高知でも食堂で運気やったんで、ここちょっと3連敗ぐらいしてるんで流れを変えるために食堂にやってきました。で今回買ったのは、じゃん、1万円分いきました。なぜ1万円分いったか、それはこの食堂が当たるからです。枠の785000は先ほど買った阿部ジョッキー、あともうトップジョッキー、オカルジョッキーの枠、生まれんでもいいんですよ。あんまりオッズが変わらなかったんで枠にしました。あと、7、9、10からの3連複で4番、5番、8番こちら買いました。吉井くん、7、9軸じゃなくて5、9軸になってますよ。この食堂に前戻っていたんで流れが変わると思います。レースを楽しみに。あとは3番手には8番のサチコゴージャス、その後ろ3番ジンゼンセッター、前は9番のホーライブルマン、7番食堂やないかい。枠785000円、あれ間違えて買ってる。789買ったつもりが459ってなった。予想は見事でしたが、残念無念の買い間違い。収支がプラスだったのがせめてもの救いでしたね。皆さん買い間違いにはくれぐれも注意してくださいね。第10レースも大島屋で観戦した吉井くんは鬱憤を晴らすかのように3連単を的中。高知といい、名古屋といい、食堂の神様に感謝ですね。来ました、いよいよ東海ダービー、ダービーウィーク最終、ここ名古屋で行われるわけですが、見てください、エレーヌ牝馬でダービーを狙おうという馬。気になるのが3番ラッキーサンライズ、私究極の仕上げのように見えてきます。ところで吉井くん、パドックでは馬のどこをチェックしてるの？僕は基本お尻です。四方ってダートじゃないですか。お尻がグッとして、こう重心が大きくてこういくのが僕はいいと思いますよ。横からもそうですし、後ろからお尻を見るのも大切なんですよ。厚み見るのね。これだけで全部、いや、いいお尻してますわ。なるほど、お尻をチェックですか。皆さんも参考にしてくださいね。さて、パドックで出走馬を十分に見定めた吉井くん、仕上がりが良いと判断した3番と4番を軸に3連単を購入。ダービーウィークの最終戦、東海ダービー、笑顔で締めくくりたいですね。スタートしました。ほぼ揃いました。12頭先頭から6番手ダービーポジション、ちょっとままいきますよ。ラッキーサンライズも外出しましたわ。エレーヌまくってきた。エレーヌ強えな。エレーヌ外から3番ラッキーサンライズ、させ させ4番のエレーヌ、エレーヌ4番のエレーヌ押し切って、これやはり強かった。4番エレーヌ安城、筒井雄介騎手、素晴らしいレースです。強いわこれ。だってこれできましたからね。これだけでこう来て4コーナー回ってこれだけですよ。サンライズもね、エアシで来たんですけどね、抜けてますわこの3頭。ということで東海ダービーもしっかりと当てて名古屋競馬場での一日が終了しました。名古屋競馬場本当ね素晴らしかったです。料理おいしい、人優しい、空気おいしい、天気がいい、迫力ある、もう5ビュース揃ってました。またプライベートでも名古屋競馬場に来たいと思います。
1レースから最終レースまで参加して、それでプラス決算ですか。前回の高知編もプラス決算でしたから、なんか競馬の神が舞い降りてきているっていうところがあるのかもしれませんね。まあ、それにしましても第9レースの買い間違い、これは痛恨でしたね。私もたまにやるんですけれどもね、あれ結構へこむんですよ。それでも吉井さん、その次のレース最終レースと両方とも当てていましたからね、ちゃんと立て直して馬券向きの性格というところがあるのかもしれません。ちなみに本編 VTR には出てこなかったんですが、吉井さんは第8レースを勝利したい角田調教師の管理馬ゆりかちゃんの口取りにも参加させてもらっていましたよ。そして東海ダービー、山中照久調教師と担当厩務員の三谷好さんのご好意で、まあ、私に口取りに入ってよということを誘われましたんで、そのあたりにちょうどいた吉井さんを誘って、ついでと言っては何なんですけれども、口取りの写真に収まらせていただきました。いい体験でしたよね。それでプラス決算だからいいですよね。ちなみに私は、その当日エレーヌの単勝しか当たりませんでした。さあ、次回はどんなドラマが待ち受けているのでしょうか。どうぞお楽しみにしていてください。以上、目指せ全国制覇競馬場へ GO! のコーナーでした。ジョッキーズボイス、今回は特別編のヤングジョッキーズボイス。コーチ所属の3名の騎手がさまざまな質問に答えてくれました。では早速ご覧いただきましょう。ヤングジョッキーズボイス。せーので、はい、水入りをさせてもらいたいと思います。いきます。せーの。絶対来ると思った。カットなる。勝負でもなんか腹が立った時はモルモイはみたいな。はい、うん。あると思います。西山弘樹。やっぱその毎週体重を通してやっぱ何キロも落としてその競馬に乗るっていう情熱が上位の騎手っていうのはまあ。ね、競馬乗ってのあれですけど、やっぱ西山騎手は乗るまでの過程でやっぱ努力してるんで、僕はものすごいかなと。中西さんとか僕らから言ったらすごいこう年はだいぶ離れてるんですけど、なんかそう成績も残してるしけど、あんまそんななんかこうお前らすごい下っていう感じで見るわけでもなくて、すごい気さくに喋ってくれるんで、自分がその立場になった時にできるかって言われたらちょっと分かんないですから、すごいなと思いますね。じゃあやっぱり 4人はすごいですよ、上位のあの赤岡、はあ、呼び捨て西川、クラッカネ、中西騎手は、なった騎手は、あの4人はすごいと思いますよ、まあ、やっぱ4人はね、あとね、ミノルさんとかもあの人はすごかったと思いますけど、持っていき方じゃないですか。レースの展開とか持っていき方とか、基本的に僕らとは考え方が違いますね。はい。石本騎手なんですけど、はい。で、僕は馬のことを聞きたくて、あ、新馬、新しい馬だと思ったんで、石本その馬何って聞いたら、あ、馬とは言ってないですよね、多分。それ何って聞いたら。ステッキを出してきて、いいでしょう、新しいステッキですって言いましたから、ね、俺はそんなことを聞いてるんじゃないって、馬の名前を聞き馬じゃって言ったら、あ、これですかって何かって言って、あ、ステッキを出してきて、いいでしょう、新しいステッキですあれも伝説だったと思いますけど、はい、いや、おもろい話じゃないけど、はい、手綱が両方切れて、引っかすごい引っかかる前、手綱両方切れてラチに突っ込んでった人がいましたけど、ここに旧車手紙持ったままね私生活でだらしない、うん、はい、3人一致します。せーの。いやでもね、多分どっちこっち、なんか僕は私生活って言っても部屋が汚いとかや、あとぐーたら、ぐーたらって寝る全然変わらんし、変わらんし、いやどっちかって言ったら寝るだよ。いや僕寝ねえよ、だって仕事が昼、夜昼歩き、あ、朝と夜歩き、昼間絶対寝ようやん。もうね、僕寝てないもん。僕寝てない何このやり合いは。部屋が汚い以外は変わらんき、なんかもうそういうイメージがついてるんですよね、うん、もう、うん、
たりですね。うまいと思いますけどね、こうやるときはね、ビシッとやりますし。言うたれ本当に、ね、ここはもうちょっと伸びると思いますけど、ね、西山もこの勝負の時はねバシッといきますんで、そこら辺は僕には欠けてるとこかなと思いますけど、はい、2人ともすごい真面目ですね。あのこう見た目とか喋ってる感じは、ね、変な感じですけど、仕事あの毎日の仕事にしてもそうやし、こうやって顎出してますけどねでもやっぱすごいこう馬乗りを真面目に考えてる2人だと思います。さっきまあその減量って言ったんですけど、やっぱ正志さんもその肩の怪我でもうだいぶ休んで、でまた乗り出したんで、やっぱその2人 その乗ろうっていう気持ちがね、やっぱり僕はすごいと思います。その技術云々の前にやっぱり、はい、やっぱみんなでこう伸びようっていう気持ちで、その騎手もみんなでやってるし教えてくれるんで、そこはやっぱり他のジョーにはあまりないようなところだと思いますね。少しでもこの観客の数が増えてもらいたいんで、足を運んで見に来てください。お願いします。通年ナイターとかしてこう売り上げはちょっと上がったみたいなんですけど、それでもやっぱこう競馬場がその売り上げ的にやっぱ楽なわけじゃないんで、そのネットでもその場外でも全国の皆さんに馬券を少しでも買ってもらって、ちょっとでも売り上げが上がったらいいと思うんで、よろしくお願いします。仲のいい先輩騎手にはそのファンからプレゼントとか届くんですが、僕にはまだ届いたことがないんで、1個でもいいんでお願いします。あとは、ね、一生懸命頑張れるんで応援よろしくお願いします。話の中にもありましたが、高知競馬場には四天王とも言うべきちょっと成績の抜けているベテラン、そして赤岡秀司騎手というジョッキーがいますからね。その中に食い込んでいくというのはこれ結構ね、夢があるのかないのか、ちょっとまあ目標に手が届くのかどうかよくわからないというところももしかしたらあるのかもしれませんよね。まあ、そんな中でも高知のジョッキーたち、日頃の攻め馬の他にも馬の世話というそういった仕事もしている方多いですからね。その中でじわ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 と力をつけていって、そしてその中に食い込んでいけるかどうかというのは誰しもが虎視眈々と狙っているところだと思うんですよね。和気あいあいと3人で話していましたけれども、実は心の中はいつかこいつよりはという思いお互いに持っているんじゃないかなという、そんな感じがいたしますね。高知競馬場若手ジョッキー本当にね、勝ち星はそれほど多くはないんですけれども、盛り上げに一役買っている存在だと思います。以上ジョッキーズボイスのコーナーでした。地方競馬トピックス、まずは今週各地の競馬場で行われるファンサービスイベントの情報をお伝えします。浦和競馬場では25日金曜日、第9レース終了後に先着でお花がプレゼントされます。金沢競馬場では27日の日曜日に山崎えりかさんによる競馬予想教室と野菜目玉市が行われます。福山競馬場では重賞競争が行われる27日の日曜日と28日の月曜日にご覧のファンサービスが実施されます。続いて各地の重賞競争ラインナップをご覧いただきましょう。23日水曜日、浦和競馬場では距離 1500m のゴールドカップ、24日木曜日、紋別競馬場では地方全国交流のフロイラインカップ、27日日曜日、帯広競馬場では4歳馬限定の白輪賞、同じく27日福山競馬場では中国四国地区交流の福山チャンピオンシップ、28日月曜日、福山競馬場では西日本地区交流の西日本グランプリが行われます。各地の熱戦にどうぞご期待ください。
以上地方競馬トピックスでした。先週行われました関東オークスがレースレコード、そして北海道スプリントカップがコースレコード、道の下大賞典もコースレコードという結果となりましたね。やはりこういった時期、湿り気のある走りやすい馬場状態ですとスピードタイプ優勢ということになるんでしょうね。地方競馬の場合ですと個人的にパドックでパワーがありそうな馬を、まず優先して考えるんですけれども、この時期はちょっと考え方変えた方がいいのかもしれませんね。それでもこの後はビッグレースが控えていますからね、そういった当日は雨のない空模様でと祈りたいところです。それでは次回もお楽しみに。地方競馬のことならクリック地方競馬に、レッツクリック。